はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、じゃがいもですね、じゃがいもを育てる5ステップっていうところで今日はご説明していきたいと思います。で、今年になりまして一番最初に野菜育てていこうかなって思っているのもじゃがいもだよっていう、ね、方も多いかなって思うんですけれども、じゃがいもね、結構ね、本当育てやすくて、そして収穫量もね、多く望めて、とてもね、充実した栽培ができる野菜なのかなと思います。僕もジャガイモね、育てていこうかなって思うんですけれども、はい、ね、育てる前にですね、ちょっとね、知っておくといい5つのね、ステップ、ポイントがありますので、早速ご説明していきたいと思います。この動画を見ることによって、ジャガイモより大きく、そして、たくさんね、収穫できる可能性がググッと上がりますので、よければね、参考にしてみてください。はい、それでは早速、いきましょう。マッキーチャンネル。はい、じゃがいもはですね、基本的に、2月下旬から3月ぐらいに植え付けたりするんですけれども、最近は夏とかですね、6月とかになると結構ね、30度気温が上がってきたりして、ちょっとね、枯れてしまうってことがあるんですね。じゃがいもの適温としては20度台になりますので、そのぐらいの気温がですね、保たれている時期が良かったりします。なので、なるべくですね、今年は暖冬ともね、言われていますので、2月頃から植え付けて、それで、寒さ対策もしながらですね、長く畑に置いて育てられるようにしていきたいなと思います。今日は1月中旬になりますけれども、もうね、土作りですね、こちらね、以前したんですけれども、はい、土作りとかね、しておくと良かったりします。じゃあ、実際にね、その5ステップっていうところで、ちょっとね、説明していきたいと思います。今日の流れとしては、ジャガイモの品種ですね、ジャガイモの種を準備しておくっていうところ、そして土作りをしていくっていうところ、そして種芋ですねについて説明していくっていうところ、そして芽出し作業、そして害虫対策ですね、この5つをですね、ちょっとね、分けながら説明していきたいと思います。では早速説明していこうかなと思いますけれども、じゃがいもはですね、まず品種にあるんですけれども、本当ね、ホームセンターとか行くとたくさんの品種のじゃがいもがあります。で、そのね、じゃがいもね、実際何育てていいのか分かんないよって方もね、いらっしゃるかなと思います。まあ、王道としては男爵とかメークイーンとかですね、そういったものがね、良かったりします。ね、最近では北あかりとかも人気だったりとか、あと個人的に好きなのはインカの目覚めとかですね、あとはアンデスレッドとかレストロイヤーとか言って、まあ、全体的に全部ね、味が濃いめな感じで、とてもね、甘くて美味しいですね、はい、品種になります。なので僕はね、今回そのぐらいの品種を育てていこうかなと思いますけれども、他にはね、シンシアとかですね、トカチコガネとかですね、北海コガネとか、いろんなね、品種がありますので、まあちょっとね、最後、動画の最後にちょっと表みたいな感じで、どんなものがね、ありますかっていうところで説明していき、言っていますので、そちらもね、より詳しく知りたいよって方は参考にしてみてください。これまず1つ目見ていただくと、こちら男爵になります。男爵はね、ゴスゴスとした、はい、じゃがいもになりまして、とてもね、家庭菜園でも人気な品種になります。はい、そして男爵と並んで人気なのはこちらメークイーンになります。はい、メークイーンもね、これね、1kg ですね、売られていまして、1kg だと今のね、時期だと400円ぐらいですね、そのぐらいで購入できました。メークインはですね、細長く、なっていまして、とてもね、煮崩れもね、しにくいので、カレーとかシチューとかね、煮込み料理系の野菜に適したものになっています。そして3つ目ですね、3つ目は、北あかりですね。男爵の分類とちょっとね、似ているんですけれども、ホクホクとしていまして、栗のようにね、甘い、タイプのじゃがいもになります。これも1キロですね。このね、メークイーン、男爵、北あかりは1キロですね、ずつ購入しまして、これだいたいそうですね、1キロに対してやっぱりね、400円ですね、全部。そのぐらいで購入ができました。この辺とか見ていただくと、もう、じゃがいもの芽がね、出てきているかなってね、思います。この芽がどんどんね、大きくなって、植え付ける2週間前から芽出し、光に当てて暖かいね、環境にしてあげることによって、はい、芽がね、もっと出てきますので、勢いよく、植え付けた時に成長していきますので、そんなイメージで、はい、ここをね、ちょっとやっていきたいなと思います。今日は1月の18日になりますけれども、
なので18日なので、植え付け準備してもいいかなと思います。はい、なので後ほどねちょっとやっていこうかなってね思います。あとはこれ今ね先日畑で収穫したこれインカの目覚めですねのものになります。このインカの目覚めもですね、ここから芽が今ね赤いピンクっぽいのあると思いますけれども、ここから芽が出てきますので、はい、これですね芽出しをしてやっていきたいと思います。まあ、できればやっぱり病気とかなっている危険性もありますので、失敗したくないよという場合はホームセンターとかで消毒してあるねタイプの、はい、じゃがいもですね、大体ねしてありますので、そういったものを購入してやっていただくといいかなと思います。ちなみにこれ収穫した、秋ですね、秋に植え付けたじゃがいもも、去年ね春に育てた収穫したものになりまして、これ3代目ですね。3代目に自分でね自家菜園して3代目になります。やっぱりねインカの目覚めはちょっと1キロあたり500円とか600円とかね、ちょっと値段が高かったので、今回はね購入しないで自給自足みたいなね感じで自給自足ができるようなねそんな生活を夢見ていますので、はい、やってね、循環させてやっていきたいなってね思います。これが今ね一つね購入しているものになります。今4種類ですね、男爵とメークイーンと北刈りをね説明してきました。では次はですねこちらはこれも自家菜園して取ったものになりますけれども、はい、じゃーん、見てみてください。こんな感じの、アンデスレッドですね、アンデス赤の品種になります。これもね先日収穫しまして、ね、じゃがいものこの茎ですね、茎が今ねここから取れましたけれども、ここにね茎がついてじゃがいもがこんな感じで大きく育っていくっていうようなねイメージです。はい、これも同じくですね、いっぱい取れましたので、これ種芋にしてやっていこうかなと思います。こんな感じで光に当てて、ここからね、今ね映っているこの部分ですね、芽が出てきますので、芽がねでどん、成長できるようにやっていきたいなってね思います。そして光に当てますと、これはちょっとね光が弱いところで育てたのでヒョロヒョロのつるになっちゃってますけれども、こんな感じでね芽が出てくるんですね。でもこれはねちょっと光当たってないので植えてもヒョロヒョロ苗になっちゃいますので、あまりよろしくない例になります。これは去年インカのこれも目覚めですね、そのままちょっと箱に入れておいて、ちょっとね植え付けする場所がなかったので、このまま実験って形で様子を見ていたんですけれども、こんな感じでジャガイモのね部分の一つ一つの芽の部分からこういう風にねどんどん芽が出てくるんですね。すごいですよねジャガイモって。はい、そしてこの部分のつるからまたここにジャガイモがポクッとねできて、はい、成長していくっていうようなねそんなイメージで、はい、ジャガイモは育っていきます。はい、そしてあとはこちらですね、これはねなかなか売ってなくて取り寄せしてやったんですけれども、デストロイヤーというねタイプの品種になります。じゃーん、見てみてください、芽が出てきちゃいますね。これが見てみてください、デストロイヤーになります。涼しいところに置いといたんですけれども、はい、こんな感じで芽がねもうずらーっと出てきています。これ力強いですよね。なのでもうあれですね、これ本当は植え付けていかないといけないぐらい成長しちゃっていますけれども、もうですねもうちょっと暖かくなるのを待ってから2月上旬になったらやっていきたいと思います。だいたい1週間ごろですね、1週間ぐらい、あと1週間から2週間ぐらいに植え付けていきます。はい、すごいですね、ちょっと芽が出てきちゃってますけれども、うん、でもうまくね育っていきます、いくと思いますので、はい、これがねデストロイヤーです。はい、そして土作りになります。これはジャガイモのね土作りではないんですけれども、今のうちから畝立てて夏野菜に向けてちょっとね、やっているところになります。そしてジャガイモの土作りのね注意点としてはですね、ジャガイモって6月ぐらいに収穫するんですね。なので一般的にトマトとかキュウリとかナスとかピーマンとかねスイカとか育てていきたいよって方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ジャガイモ育てて、植え付けてしまいますと、その場所は夏野菜育てられなくなっちゃうんですね。
なのでなるべくそういうね育てないところですねに、やって、あと夏野菜を育てられる場所も確保しながら、はい、やってねいただくといいかなってね思います。あとは土壌酸性度ですね。ジャガイモは土壌酸性度が、低いほどですね、比較的育ちやすかったりします。なのでpHで言いますと、5.5 から6.0、まあ、6.5 ぐらいですね、そのぐらいの場所にですね、はい、植え付けていくと草花病って言って皮がねちょっと点々ってねの、なんか跡みたいなのがついてしまうことがあるんですね。味はそこまで違いはないんですけれども、できるならね綺麗なものがね、ジャガイモを育てられればいいかなってね思います。ただ日本の土はですね比較的酸性寄りになっていますので、日頃から苦土石灰入れたり有機石灰とか入れていて pH ですね酸度調整していないところだと比較的低かったりするんですけれども、結構ね畑で中性寄りだよっていう方もねいらっしゃるかなと思います。そんな時はですね、ピートモスとかですよね、資材、土ですね、があるんですけれども、そういったものを混ぜてあげると、酸性寄りに傾きやすくなったりしますので、そういうのもね、今のうちから入れて土に混ぜておくと良かったりします。そして次はですね、種芋について説明していきたいと思います。種芋ね今ホームセンター売られていまして、先ほど2月頃僕はね植え付けていこうかなって思うんですけれども、まだね1月中旬なので買うの早いかなって思うんですけれども、今のうちから購入しておくと良かったりします。っていうのもですね、まあ、なかなかねホームセンター行くと2月とかなるともういいね種芋ですね、少なくなっちゃうんですね、みんな購入してしまって。なので今のうちからですね、比較的芽がね出ている、ちょっと出ようかなってしているものとか、シワのないですね張りのあるねジャガイモを選んで、そういう種芋をですね購入していくといいのかなってね思います。はい、っていうのがですね3つ目になります。ね、もう一度おさらいしていきますと、まず1つ目はねジャガイモの品種について説明してきました。そして土作りについても説明してきました。そして種芋ですね、種芋についても説明してきました。じゃあ次はね4つ目ですね、芽出しをしていくっていうところになります。翼行育芽ともね言うんですけれども、翼行育芽っていうのはジャガイモあらかじめ太陽のね光とか半木陰のちょっと暖かいところにね置いておくんですね。そうすると、お芋さんも芽がね出てきます。よくスーパーで買ってきた芋も長く、台所に置いておくと芽がちらっとね出てきているかなもねいらっしゃるかなと思うんですけれども、そんな感じで芽をね出させてあげます。その芽を出させてねあげることによって発芽がですねより良くなって成長の勢いがねいいんですね。あと芽も揃いまして収穫もですね一斉にしやすかったりしますので、そういう形で、はい、翼行育芽っていうのをねしていくと良かったりします。ただ注意点としては、日中は今日もね結構暖かくなってはきているんですけれども、朝とか夜は寒いですので、朝夜はですねちょっと暖かいところにね入れて、あとは段ボールとかの中に入れて、さらに毛布とかねくるめたりとか、あと100均とかでも不織布が売られていますので、そういうのを購入してちょっと覆ってあげるだけでもですね結構保温効果があったりしますので、そんな感じでやっていただくといいのかなってね思います。そして、ね、購入したものはですね、購入したものは、そのまましておくと、寒さでちょっと傷んでしまったりとかするので、まあ、一定の気温の場所、だいたいそうですね、5度から10度台ですね、そのぐらいの気温の場所に、保存しておいてあげるといいかなと思います。結構ね日中は良くても朝夜寒かったりするので、そこでもですねちょっとね毛布をちょっと軽く乗せておくだけでもちょっと違ったりしますので、そんな感じでやっていただくと良かったりします。あとはその芽出しはですね、芽出しをするタイミングとしては、植え付ける、半月前ですね、2週間から3週間ぐらい前に段ボールとかにジャガイモ並べて、それで光とかね半木陰の、まあ、室内とかですねのカーテン越しに、置いといてあげると、室内暖かくね日中はなりますので、そういう形で芽出ししやすくなりますので、そうやってね芽出しをしていくのもね一ついいのかなってね思います。はい、そしてね今ね4つ目ですね、翼行育芽、芽を出させてあげるっていうところですねを説明しました。最後は5つ目になります。5つ目は害虫対策をしていくっていうところが大切になります。
ここはねブロッコリーとかね白菜とか育てているところになるんですけれども、実はねジャガイモってアブラムシですねがつきやすくなるんですね。そうしてしまいますとアブラムシがつくとアブラムシに別のところから運んでくるウイルスですねを、葉っぱとかジャガイモの葉っぱにくっつけてしまって、結構ね葉っぱジャガイモの葉っぱってねモザイク病って言って点々点っていうねものの、病気になりやすかったりするんですね。その病気になってしまいますと、光合成がうまくできなくなってせっかく大きくなろうとしているジャガイモが、小さいまま育っていくっていうことがあったりしますので、なるべくですね、はい、そういったところでアブラムシがいないようにちょっとねしておくとよかったりします。なのでこういうブロッコリーとか白菜ですねが、見てみてアブラムシとかついていないかね、見て、もしついていたらですね、今ねこれからジャガイモを育てようかなっていうところはですね、太陽熱消毒って言いまして、透明なマルチとかかけてあげて、土ですねをちょっとこう太陽の光とかを利用して高温にしてあげます。そうすることでアブラムシですねをちょっとね抑えてくれて、予防にもねつながって、アブラムシがねもしそこの土の中に潜んでいてもですね、はい、そういう熱でですね退治することもできます。あとは退治する他にもですね、ちょっと土のところね耕して、あえてですね土に寒さですね、寒さを与えてあげます。まあね、まだまだ寒い日ですね、朝夜はね続きますので、そういう寒さに当ててあげることによってその土にですね、はい、寒さでもアブラムシですね退治していくこともできたりしますので、そんな感じでやっていただくといいかなってね思います。はい、よければね参考にしてみてください。もう一度ねおさらいしていきますと、まずは品種ですね、どんなジャガイモの品種があるか品種選びをですねしといてあげるっていうところ、そして土作りになります。はい、そして、3つ目はですね種芋を、用意しておくっていうことですね、購入しておくっていうところになります。そして目だ購入しましたら目出しをしておくっていうところ、そして、アブラムシですね、害虫対策をしていくっていうところですね、この5つをですねしっかりとやってあげるとよかったりします。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、ジャガイモ、はい、ね、育てる前にですね、知っておくといいですね、やっておくといい5ステップっていうところで説明していきました。ね、まだまだね、これからまだ寒い日も続きますけれども、ちょっとずつね、準備をしてやってね、いくといいのかなと思いますので、よければね、参考にしてみてください。ちなみにこちらはね、ジャガイモ、先日ね、土作りした動画ですね、こちらでもご紹介したんですけれども、よければね、そちらも詳しく知りたいよって方はね、参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までのご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。はい、ここでね、ジャガイモのちょっとね、今回6つ育てていこうと思うんですけれども、それぞれどんな特徴があるのか見ていきたいなと思います。まずこちら、上と下でホクホク感のあるジャガイモであったり、しっとりとね、ねっとりとした食感のあるジャガイモにします。そして横は、保存が長くね、保存ができるバージョンと、左が、保存が短くね、できるバージョンですね。それらの特徴のね、はい、ジャガイモ、どういう違いがあるのか見てみたいなと思います。まず男爵ですね。男爵は、ホクホク傾向で保存が比較的長い分類になります。そしてメークインは保存がちょっと短めですけれども、しっとりとねしたようなそんなね感じになります。保存が短いっていうのは芽がね出てしまったりとかして、はい、ちょっとね成長してしまうっていうねところになります。そして、次のものとしては、北明かりになります。北明かりは男爵と同様にホクホクがあります。男爵よりもよりホクホク感がね、強いです。ただ、やっぱりね、保存が短いっていうね、欠点もあります。はい、そして、インカの目覚めですね。インカの目覚めもホクホク感があります。北明かりとインカの目覚め、ホクホク感をね、見ますと、まあ、ほとんど同じぐらいか、インカの目覚めの方が、ちょっとホクホク感が強いかな、っていうね、印象があります。そして、これも保存が短いというね、特徴があります。そして、次はアンデス赤ですね。アンデス赤も保存がね、やっぱりね、短くて、芽は出やすいんですけれども、やはりホクホク感があって、すごくね、美味しいです。はい、しかも北明かりとかインカの目覚めより、アンデス赤の方がより大きくね育ちやすいなっていうね印象があります。
そして最後にデストロイヤーですね。デストロイヤーは保存がちょっとね、他のこの北あかりとかインカの目覚めアンデス赤に比べると少し長かったりします。そしてホクホク感があるですねのが特徴になります。はい、こういったね違いがあります。あとはですね、しっとりしているものはメイクインがね、代表的だったんですけれども、他の品種として、北海黄金というものがあったりとか、あと北カムイとかですね、そういったね、はい、保存がね、しやすくいもので、しっとりとしている、はい、ジャガイモもあったりします。こういったね、違いがありますので、皆さんのね、お好みに合わせて、ね、やって、購入をして育てていくといいかなってね、思います。あとはですね、一つ一つちょっとね、特徴とどんな料理に使えるのかご紹介していきたいと思います。まず男爵は、白色ですね、白色。断面がこのようにちょっと白っぽいんですね。そしてホクホクしていて、コロッケとかですね、コロッケとかに、すごくね、はい、適したものになります。これは煮崩れね、長時間煮込んでると煮崩れしやすくなってしまいますので、はい、なるべくね、湯がいてちょっとね、潰すと、潰れやすいんですね。そして、でもね、その特徴がホクホク感を生み出してくれて、とてもね、美味しいじゃがいもになっています。そしてメイクインですね。メイクインもやはりカットする断面は、白いです。そして、形はね、こんな風に細長いんですね。さっきの男爵は丸くてゴツゴツしているっていうのが特徴になります。はい、そして、味はしっとりとしていまして、カレーですね。カレーとか煮崩れしにくくなりますので、カレーの煮込み料理系ですね。そういったものにメイクインは適しています。そして北あかりですね。北あかりは男爵よりはゴツゴツはしてないんですけれども、男爵のようにですね、こんな感じで丸くね、育ちます。そして黄色で、ホクホクしていて、サラダですね、ポテトサラダとか、そういったものに、適しています。あとは、バターですね。バターの、バター、じゃがいもバターですね。そういったね、料理にもすごいね、美味しかったりします。はい、ジャガバターですね。はい、そしてアンデスレッドですね。アンデス赤。これは断面が先ほどのものに比べると、北刈りは黄色かくて、メイクインとか男爵はこうやってね、白っぽかったんですね。北刈りは黄色っぽい。そしてアンデス赤もよりね、他のジャガイモに比べると黄色いです。そしてホクホクとしていまして、やっぱりね、サラダのね、ポテトサラダにしたりとかですね、そういったものに適しています。他にも、ジャーマンポテトとかね、ベーコンとか玉ねぎとか一緒に炒めて、食べても、すごいね、この間いただいたんですけれども、美味しかったです。はい、そして次はインカの目覚めですね。インカの目覚めもちょっと細長めであれはあるけれども、メイクインよりは細長くなくて、男爵よりは丸くないというね、ちょうどね、真ん中ら辺のものになります。これは断面が黄色くて、ホクホクして、ふかしとか、あとね、油で焼いたりとかしても、すごいね、美味しかったりします。はい。そして、ジャーマンポテトとか、ポテトサラダとかね、よかったりします。そして、味は、食べるとね、すごい、口の中でねっとりとね、とろけて、甘くてね、すごいね、この間も、これでも、サラダね、して食べたんですけれども、美味しかったです。ジャーマンポテトですね。はい。そして、6つ目ですね。デストロイヤーです。デストロイヤーはこんな感じで、やっぱ黄色っぽいんです。赤いんですね。皮が。でも、断面はこのように、色がね、黄色っぽくなっていて、これはね、結構万能なものです。形も大きくて、サイズもね、大きいです。そして、コロッケとか、ふかしとか、あとね、カレーとかですね。あと栗のように甘かったりとかしますので、はい、じゃがいも、男爵でコロッケにしたり、カレーにね、いただくこともできます。こういったね、特徴がいろいろね、じゃがいも、特徴がありますけれども、皆さんのね、お好みに合わせたものですね、を選んで、はい、購入してね、食べていただくと、育ててね、いただくといいかなと思います。はい。すごいね、じゃがいも、ほんと美味しいですので、よければね、一緒にね、美味しい、野菜育てられるようにしていきましょう。